セキンどうもひかりです。ねねです。今回はねねちゃんと一緒に筆箱の中身紹介をしていきます。イエーイ。私はこのリトルグリーンメンの筆箱です。かわいい。裏がめっちゃ服みたいになってます。かわいい。やばやば。こんな感じです。ねねのはアルジーのピンクの筆箱です。かわいい。ここがドーナツのハートになっててめっちゃかわいいです。やば。後ろは濃いピンクです。めっちゃかわいいです。かわいい。お気に入りです。開けましょう。めっちゃ入ってるけど、いいですかね。まず1本目は、スヌーピーのシャーペンです。はい、こんな感じです。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次。またシャーペンで、友達から誕生日プレゼントでもらったシャーペンです。めっちゃディズニーキャラクタープリンセスが描いててめっちゃ可愛い。これも友達からもらいました。何マリーちゃんです。可愛いです。めっちゃお気に入りのものを入れてます。チャオの付録の激カワデビルのペンです。あ、違う、うん、そうだ。めっちゃ可愛い。これも友達からもらいました。めっちゃドーナツのやつでストロベリーの香りがします。これはミニーとミッキーのペンです。黄色とオレンジとピンクと緑と黒です。これは CC の福袋でもらったペンです。こっちはクマで、こっちはパステルオレンジです。これバニラの香りがします。次こっちが写真です。おそ松さんの一松です。めっちゃ可愛いです。ここがこうなっててめっちゃ使いやすいです。で次はなんていうのこれ、修正テープ。修正テープです。スヌーピー大好きのスヌーピーです。で、次は消しゴムです。これはクリスマスパーティーの時にお家に行った時にプレゼントでもらいました。これ、お化粧みたいな感じになってて、かわいいです。次、スヌーピー。友達から誕生日プレゼントもらった定規です。はい。空っぽです。じゃあ、私行きます。はい。まず、こちらの赤ペンです。かわいい。で、これはなんかこのボールペンを入れるものだけ買って中のインクが5色選べるペンです。すごい。あとバービーのシャーペンです。かわいい。どれもかわいい。これは友達からもらったダッフィーのボールペンです。かわいい。じゃん。これはおばあちゃんからもらったリップ型になってて、ここを引っ張ると付箋が出てきて好きなところで切ってつけれるみたいなものです。すごい。めっちゃすごい。持ってない。続いてこちらの顔の消しゴムです。これはまだね、一回も使ってません。かわいい。ミスターフェイスかな。色が好き。書いてあります。あとマーベルのハサミです。これはかさばらないのでおすすめです。確かに、かさばらないんだ。で、これは振ると出てくるシャーペンです。すごい。
ピンクと薄紫が好きなので可愛いと思って買いました。おー、可愛い。そしてこれは中学校のテストの時に使う用の無地のボールペンじゃなかった、シャーペンです。おー、シンプル。シンプルなのしか使えないんだよね。へー。あと無印の糊。糊なんて入れてない。あとこれはセットでピンクと黄色の蛍光ペンです。へー、学校でもらいました。あと名前ペンとピンクの修正テープ。おお。これとこれは写真です。こっちが HB でこっちが 2B です。わー、すごい、やばい。で最後こちらの水色にミルクの柄が書いてある定規です。以上です。です。というわけで、ひかりとねねの筆箱紹介でした。今日ゲストで来てくださったクリエイターひかりちゃんのチャンネルのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。ください。